内派のアジト、あそこにいた違い、決着をつける時が来た。イタチ、この俺の肉。兄さん、今日手裏剣術の修行に付き合ったよ。俺は忙しいんだ。父上にでも教わればいいだろう。だって手裏剣術なら兄さんの方が上だって本物俺でもわかるよ。兄さんはそうやっていつも俺を厄介者扱いする。サスケ、許せサスケ。また今度だ。愚かなる弟よ、この俺を倒したくば。名は内派サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興とある男を必ず殺すことだ。やっとやっとたどり着いた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、ここで断ち切る。ずいぶんと力が入ってるな。あんたをここで葬ることができると思うと、自然と力が湧いてくるんだよ。俺を葬るか。その前に、あんたに一つ聞いておきたいことがある。今さら何が知りたい？あの夜、内派一族を滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか？なぜそう思う？いくらあんたでも一族全てを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。誰だ、誰があんたに協力した？内派マダラだ。内派マダラ。この葉隠れ創設者の一人、俺の相棒であり師であり不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。マダラは生きている。信じる信じないはお前の自由だが。ざれ言はやめろ。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。何が言いたい？マダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前は、お前のその目は何？お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがそんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。一体何が見えている？今の俺のこの目に見えている。そいたち、あんたの死に様だ。
俺の死に様か。再現してみろ。最後の術になる。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノーだ。スサノーだと。
距離を取ったつもりだ。シマルのヤマタの術か。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何か手はないのか。奴を倒しては。諦めろ。お前の負けだ。黙れ。クソ、どうすれば。逃げ場はない。来るな。ダメだ、もうチャクラが。くそ。できない。どうすればこいつは。一か八かだ。
のか。何をやっても無駄だ。もう終わりだ。ここまでなのか。お前は言わ。兄さん、ま、一緒に帰ろう。仕方のない奴だな。なんで兄さんが…愚かなる弟よ。こんなこと…恨め、憎め。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。また今度だ。兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。